皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、久しぶりにカルディ購入品をご紹介したいと思います。前回、パート4まで、購入品をご紹介して、エコバッグの時にね、ダダダとこう結構集中的にアップしてからだいぶ久しぶりなんですけれども、だんだんね春めいてきて、商品も新しくなんか入ってきたものもあったので、ちょっと行ってきました。では早速ご紹介したいと思います。じゃじゃーん、このいただいたエコバッグをしっかり使ってます。はい、では早速購入品ご紹介したいと思います。結構初めて買ったものが多いかもしれないです。ですね、なんか新しい商品だと思うんですね。じゃじゃーん、まずはこの塩バタカマン、なんかカマンベール と、カマンベールチーズクリームを挟んだバタークッキーなんですよ。これ初めて見たので、なんかまろやかなカマンベールチーズクリーム、なんかちょっと美味しそうだったので、お酒のおつまみにもいいかなと思って買ってきました。で、これが金額が、すいません、198円です。で、次々いきます。で、このなんか甘いものが結構買ってた。じゃじゃーん、これなんかもうカルディではおなじみのモヘジさんの三温糖きなこねじり、なんかねじねじしてるこういう感じで、すごい美味しそうだったので、抹茶もあったんですけど、こっちがねセールになってたのでこっちを買ってみました。絶対美味しいかなと思って、まあ、やっぱどうしても最近ほんと甘いものに惹かれて、これを買ってきました。はい、ねじりくんは210円です。そしてこの昆布茶はすごくよく、まあ、飲んだりとかもするんだけど、これもモヘジさんです。これもねちょっとお安くなってて138円でした。でもこれね特用っていうか結構 300g ぐらいのものがあったけど、これは 70g です。うん、ちょっとこれセールになってたのでお買い得だと思います。昆布茶って私そのまま飲んだりとかもするし、なんかねたらこをパスタに入れるとすっごい美味しいんですよ、風味が出て。うん、とても美味しくなるのでぜひやってみてください。はい、そしてですね、じゃじゃーん、これも初めて買いました。いつもねなんか違うハーブティーとかを買ってるんだけど、またこれも安くなって、今なんかセールやってるみたいですね。このハーブティーが298円です。これ結構入ってた、レモングラスとかいろいろ入ってたから、ハイビスカス、レモングラス、ブラックベリー、ローズヒップ、ペパーミント、レモンバーベナ、はい、なんか結構これミックスされてて、いつもはね違うの買ってるんだけど、ちょっとこれも多分ここのメーカーが初めてカルディで見たかな。メスマーっていう6種類のハーブバランスをよくブレンドしました、香り高く深い味わいですって書いてあります。飲んだら感想ね、今食べてるものを飲んだら感想をはい、お話ししたいと思います。そして、あ、これいくらって今言いましたね、198円。で、じゃじゃーん、これで終わりかな。あとまだあるんだ。これはもうなんかもうずっと買ってる、もう20年ぐらい買ってるんじゃないかな。これデカセール、うん、の、メープルシロップですね、アンバー、はい、これもなんかお安くなってて、いくらだっけな、753円です。これはもうね、お菓子に入れたりパンケーキに焼いたり、あとまあ私は入れないけど、紅茶に、お友達来た時とかに紅茶に入れたりとかなんか結構します。はい、じゃじゃーん、これが明太子なめこ、なめたけだ、なめこじゃない、明太子なめたけ、はい、これを買ってみました。これもね初めて買ってみました。これはどこだ、なめこ、あ、410円です。で、これ税込み、私今税込みの金額を言っております。はい、でね、これね今朝ね朝ごはんで食べたんですけど、なんか結構辛いのかなとかしょっぱいのかなって思ったら、なんか意外にマイルドでちょっと辛さあるけど、なんかね辛さよりも意外に甘みがありました。美味しかったです。で、辛みはねそんなになかったか、私辛党なので多分普通の人はちょっとピリッと辛いと思うかもしれないですけど、あんまり辛さよりも
マイルドな甘いなっていう感じで、でもご飯のお供にすごくいいと思います。はい、で、まあ、大根と和えたりとか、あと、まあ、お豆腐の上に乗せたりとか、結構使えそうだなっていうふうに思いました。これ初めて買ってみました。はい、以上です。で、カルディなんか私も本当ずっと結構エコバッグの時すごい買ってたから、いつも買ってるものとかちょっと新しいものと思ったんだけど、今日は結構ね、なんかお菓子にあんまりか、そう、初めてのお菓子、ちょっと和物のお菓子になんか興味が、こういうのとかね、こういうのとか、こういうのとか、はい、また食べたら感想、食べるあれもちょっとやってみようかな。今日はちょっとご紹介だけですが、また食べた感想とか食べながらとか、そういうのもやってみたいと思います。はい、なんかね、今日なんか前髪切ったらすごい、前髪今巻きすぎてちょっとすごいなんかこう髪があれだけど、はい、すいません、失礼しました。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画がいいねと思われた方はいいねボタン、そして、高評価お願いします。で、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。で、Twitter と Instagram やっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。